だシティインフォメーション。防災安全啓発番組、備えあれば憂いなし。今回は台風時期を前にと題しまして、三田市総務部防災安全課本庄さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは初めにですね、9月は防災月間ということで、9月1日が防災の日となっておりますが、なぜ9月1日が防災の日になっているのか、改めてご紹介いただけますか。はい、これは1923年、はい、9月1日、今から91年の、前の昔になりますけども、はい、未曾有の大災害と言われました、関東大震災が起きた日であり、はい、歴史に残る大震災となりました。はい、これを契機に災害への備えを怠らないようにとの戒めを込めて、1960年に9月1日が防災の日として制定されて、まあ、それにちなぎまして9月は防災月間とされました。はい、またこの頃には台風がよく来ることも由来の一つとされています。はい、そういう由来ということで皆さんにもお伝えしました。そして先月の8月には近畿地方に台風11号の通過、それから集中豪雨などそれぞれ発生し被害も出ましたが、その時の気象状況どのようなものだったのか、改めてまたこちらもご紹介ください。はい、まず台風11号ですが、非常に、強い勢力で日本の南海上の北上して、その勢力を維持したまま時速15キロの非常にゆっくりした速度で近畿地方を通過しました。そうでしたね。三田市には8月の10日のお昼頃に最も接近して、はい、最大の降水1時間の降水量が 45.5 ミリ、また8日から10日の積算雨量は316ミリとなりました。すごいですね。これは三田市における8月の平均降水量の約2倍となりまして。わ、2倍ですか。はい、わずか3日間でその降水量が降ったことになります。いかに強い大きな雨だったかということですね。はい、この台風の影響によりまして、はい、三田市内では床上床下の浸水、道路の冠水、土砂崩れ等の被害が出ました。はい、次に8月の16日に、起こりました大雨なんですけども、これは本州付近に停滞した前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだために、大気の状態が非常に不安定となって、近畿、北陸、東海地方を中心に大雨となりました。はい、三田市では1時間に、まだ72ミリという、大雨があり、はい、その雨の影響で床下床上浸水、道路の冠水等の被害が発生しました。はい、台風の時でも1時間最大が 45.5 ミリ、そして16日の、本州付近に停滞した前線で、大気の状態が非常に不安定になった時にはなんと1時間に72ミリの豪雨だったんですね。そうですか。今年は例年に比べましてたくさんの雨が降っている、そんな印象を受けるんですが、例年と比べていかがでしょうね。はい、三田市におきまして、8月の平均降水量の約2倍が、2倍の雨が台風11号で降ったということは先ほど申しましたけれども、今年の8月の1ヶ月の降水量の合計は約、500ミリとなりました。合計が500ミリ、これはどのぐらいすごいことなんでしょうか。はいはい、これは三田市の、1年間の平均の降水量の約半分、それが500ミリになりまして、これが1ヶ月間で降ったことになります。はい、6ヶ月の積算の分が1ヶ月で降ったという、単純な感じになりますね。はい、そうです。また台風11号では、48時間に降った雨の量が史上観測で1位を更新して、また8月16日の大雨では1時間の降水量がこれまた史上観測1位を更新しました。そうなんですね。このことから近年の雨の降り方が局所的な強烈な雨が短い時間で降る傾向となっていることがお分かりになれると思います。はい、三田市の近くになります、丹波市や、広島県の広島市では、この局所的な豪雨によって
土石流が発生して、多くの犠牲、被害や犠牲者が出られました。そうですね、今ご紹介いただいたように、最近の雨の降り方は局所的猛烈な雨が短い時間という、本当にこうどこかに避難しようと思ってもあっという間にということで被害に遭うということも可能で考えられるということなんですね、はい、この土砂災害、ニュースや新聞そしてテレビでも伝えられましたが、被害が本当に大きかったです。土石流どのようにして起きるのか、ぜひご紹介ください。はい、丹波市や広島市で起こった土石流は、山腹や川底にたまった石や土砂が長雨や集中豪雨によって堰を切ったように一気に下流に押し流される現象で、土砂災害の一つで、はい、山津波とも言われます。なるほどね、その流れの速さは、規模によって異なるのですが、速さによっては時速40キロに、達することがあり、先の広島市で発生した土石流は瞬間的に144キロだったとも言われており、非常に速い速度で一瞬のうちに人家を押し流しました。そうですか。じゃあ本当に逃げおわせることができた方々というのは奇跡ということになりますね、はい、このような災害三田市でも起こり得るんでしょうか、いかがでしょうね。はい、残念なことに三田市におきましても、土砂災害が起こり得る可能性のある箇所はあります。そうなんですか。はい、市民の皆様もそのような危険箇所を知っていただいておきたい、知っていただいておきたいと思います。はい、大雨が降った場合、水に浸かる可能性のある場所や、土砂災害が発生しやすい場所が三田市内には、たくさんあるということを認識してください。三田市内にはたくさんあるということですね。はい、被害に遭わないためにもそういう場所がどこにあるのかを事前に知っておくことが必要であります。そうですね、はい、その危険箇所を知る方法としては、はい、ハザードマップ三田を活用して していただきたいと思います、はい、このハザードマップによって、大雨が降った時には危険箇所にお住まいの方は早めの避難を心をかけることが大切です。はい、そうですね、ハザードマップ三田、このハザードマップ三田を見ますと危険箇所の他にも避難所の位置も確か載っていましたね。はい、避難所の一覧表もありますので、ご自宅の近い避難所がどこになるのかを確認していただけます、はい、それと同時に避難する経路も確認しておくことが大事です、はい、その時にはぜひとも、危険箇所を意識しながら、避難の時に危険なところを通らないように普段から安全な経路を決めておくことが大事ですので、よろしくお願いいたします。はい、やはりそれぞれ小さいお子さんがいらっしゃる、またちょっと遠くに行くには足元がおぼつかないご高齢者がいらっしゃるという、そういうそれぞれの理由もありますので、やはり自分で確かめておくことってとても大事ですね、はい、ハザードマップによって雨が降った時に自分の住む町はどの場所が危険なのかを知って、気象情報を積極的に確認して余裕を持った行動を取れば災害に遭わない可能性も高まってくるということですね。そうですね、もう早め早めの行動が大切となってきます、はい、そして今ご紹介いただきましたこのハザードマップ三田、スタジオの前にも置いてありますが、よくお立ち寄りになった皆さん方がそれをこう熱心にご覧になって、そしてもちろんですがお持ち帰りもいただいております、はい、このマップその他にはどこに行けば手に入りますでしょうか。はい、ハザードマップなんですけども、市役所の防災安全課をはじめ、はい、市内の公共施設で配布しております、はい、三田市のホームページにも掲載しておりますので、ご確認ください、ね、はい、今年度市民の皆様に全国配布しました、三田市暮らしのガイドマップにも掲載しておりますので、はい、内容を確認していただいて大切に保管していただきたいと思います、はい、もしそれがお手元にないとおっしゃる方は各公共施設、そしてもちろんハニー FM の前からもお持ち帰りいただきたいと思います。はい、
今ちょっとこういう災害が起こってますので、非常に皆さん意識が高まって、ね、お持ち帰りの方が多いんですので、はい、ぜひともお役立てていただけたらと思います。そうですね、はい、また三田市では、モデル地域を選定して、地域特性に合った、地域版防災マップの作成を、市内の区自治会の協力のもと現在に行っております。はい、街歩きや防災マップの作成を通じて、住んでおられる地域ではどのような災害が発生する可能性があるのか、お話し合いを行っていただくことで、地域の防災意識の向上を図っていただいております。はい、今年度はフラワータウン地域の狭間ヶ丘地区、本庄地域の東向井区、それと三田地域駅前になるんですけども、本町駅前区、愛生区、ルネ三田フラワーコート、の皆様が協力して地域版防災マップの作成を実施していただいております。それぞれにじゃあ地域の特性に合った地域版防災マップをそれぞれ次々と作っていらっしゃるということなんですね。はい、はい、もしですね、広島市などと同じような集中豪雨が三田市で発生した場合、私たちどのような行動を取ればいいんでしょうね。心配なんですけれども。そうですね、皆さん非常に関心が高いと思います。はい、8月16日の集中豪雨の時には、1時間に72ミリの雨が降りましたが、これが1時間の降水量が80ミリ以上になりますと、皆さんあの時のことを思い出していただいたら分かると思いますけども、雨が滝のように降ってきて、あたりが水しぶきで白っぽくなって、そうですね、息苦しくなるような圧迫感、はい、恐怖を感じます。はい、早め早めの避難をすることが重要なのですが、住んでおられる地域が土砂災害、浸水害、いずれの発生する可能性があるのかを、事前によく理解しておくことが重要となってきます。はい、つまり予習をちゃんとしておいて、そこの様子を見ながら、先ほどもお話したように個々 の小さい子どもがいる、そしてお年寄りがいる、車椅子の方がいるということで、いつ自主的に早めに避難したらいいかということは自分の中でちゃんと理解しておかなければいけないということなんですね。はい、そうですね。はい、分かりました。で、災害といえばですね、これからの時期は秋を迎えますので、台風が発生しやすい季節となってきますね。はい、そうですね、台風の時期というのがまた、これからが本番なんです。そうなんですよね。はい、特に注意が必要な時期となってきますので、これからは季節の変わり目で、秋雨前線が、日本列島の上空に停滞しやすくなります。はい、そこに台風が発生しますと、前線に向かって暖かい空気を流し込んで、前線が活発化して大雨を降らせることがあります。また台風が日本列島に上陸しますと、先の台風11号感じになるんですけども、台風自体が持つ雨雲によってさらに雨が、降る場合がありますので、水害や土砂災害が発生しやすくなります。はい、災害への備えを怠らないようにということになるんですが、台風の接近に伴い私たちが気をつけておかなければならないこと、どんなことがあるでしょうか。はい、まず、情報が届くのを待つのではなくて、積極的に自分から、気象情報を確認することが重要です。はい、積極的に気象情報を確認する。はい、台風とか大雨なんですけども、気象衛星や、気象予報技術の進歩によって、天気の移り変わりが予測できています。はい、いつどこでどこに大雨が降るのかがあらかじめ分かってきております。そうですね。はい、先の広島市の土砂災害では、発生したのが夜中の3時、うん、4時というふうな、皆さんが寝てられる時だったんですけども、大雨警報自体は、その6時間前に発表されてました。そうでしたね。はい、また平成21年の夏に、佐用町で発生しました台風9号のケースでおいても、川が増水して堤防から溢れ出す6時間前に大雨洪水警報が発表されてました。はい、ということはテレビやラジオで気象情報をよく聞いておくことということになりますね。
はい、そうですね、特に、お年寄りや小さなお子様がおられる家庭では、時間に、避難の時間に時間がかかってしまうことが考えられます。そうですね、また早くも歩けないですし、荷物も結構多くなりますね。はい、気象警報が出れば逃げ遅れないように早めに避難のための準備などの、避難行動が起こすことが大切だと思います。はい、そのためにですね、まあ、今テレビなんですけども、NHK とサンテレビの地上データ放送では、気象情報の他に、市から出されます、避難情報、また解説、今現在解説してます避難所の情報など、防災に関連した情報が表示に、表示されます。あ、そうなんですね。はい、はい、ご覧になられる場合は、それぞれのチャンネルに合わしましてリモコンの、D ボタン、これを押していただきます。はい、それでですね、NHK の暮らしの安全またはサンテレビジョンの防災情報に合わせて決定を押していただければ情報が確認できます。はい、とても大切な内容ですのでもう一度私の方からも合わせて、お伝えします。テレビの NHK とサンテレビの地上データ放送では気象情報のほかに、三田市から出されている避難情報や開設している避難所の情報など防災関連情報が表示されます。ご覧になられる場合はそれぞれのチャンネルにまずは合わせてからリモコンの ABCD の D という、 こう表示のあるボタンがね、いろいろな場所によって上の方にあったり下の方にあったりしますので、はい、ちょっとご家族皆さんで話し合われて D と D と書いてあるこのボタンを探して見つけておいていただきたいと思います。このボタンを押しますとリモコンの矢印で NHK ならば暮らし安全、サンテレビジョンでしたら防災情報に合わせてそして決定というこれもボタンがありますので押していただければ情報が確認できるということですね。はい、そうです。また、市の方でも速やかな避難情報の発令ができるような体制作りとかですか、はい、防災行政無線など情報伝達をする、施設の整備を行っております。はい、市民の皆様も情報を得る手段は一つだけではなくて、複数持っていただきたいと思います。はい、そうですね。そこでですね、このテレビだけではなくて、情報を得る手段として皆様にお勧めしておきたいのが三田防災防犯メールです。はい、これはいつもご紹介いただいてますね。はい、まあ、これを何度も言ってるんですけども、はい、これは三田市から気象情報や避難情報、緊急情報をお手元の携帯電話で、メールで配信するシステムです。はい、もしテレビ、ラジオ、インターネットが使えない場合に、常に、まあ、携帯電話を 身につけておられる方が多いので、はい、外出中にも場所を選ばず情報を得ることができますので登録がまだの方はこの機会にぜひとも、ご登録をお願いいたします。はい、なかなか登録の方法が難しいんではないかなと思っていらっしゃる方もご安心ください。スタジオの前にもこの三田防災防犯メールのチラシが置いております。このハニー FM からも災害の時には三田市と協力しておりまして緊急情報を放送することになっておりますのでリスナーの皆様にも場所を選ばず情報が取れる、この三田防災防犯メールへの登録をお勧めしております。これはチラシのところにあるマークをこうかざしますとカラメールを送ると簡単に登録できるという難しくないんですよね。そうです。はい、もし操作がわからないというのはありましたら、市役所の防災安全課まで、電話していただければ、はい、電話の上でも使い方をご説明しますし、また足を運んでいただければ、窓口の方で係の者が手続きの方、設定の方をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、台風そして大雨への備えとして情報を集めることが本当に非常に有効であるということまたハザードマップ3段のご紹介もありました。リスナーの皆様もこれらをぜひ活用していただきましてこれからの季節災害による被害に遭わないためにも情報に敏感になっていただきたいと思います。
では最後にリスナーの皆さんにメッセージお願いいたします。はい、本当に今回の災害なんかを見てますと情報を集めるだけではなく早く行動しないといけないということが、分かると思います。これから本格的な台風シーズンに入りますけれども災害はもう台風だけに限ったことではありません。先月 の、 広島市丹波市で、起こった土砂災害がそうでありますように、はい、近年急激な豪雨局所的な豪雨がたびたび起こって大きな災害が起こっております。また、過去にあまり記憶がない竜巻による被害も起こるなどこの日本に住む以上、自然災害の発生からは免れません。そういったことから、市民の皆様には災害はいかなるところでも起こるという意識を、普段から持っていただいて日頃から、備えをしていただいて、自然災害の被害に遭わないようにしていただきたいと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。今日は台風時期を前にと題しまして三田市総務部防災安全課本庄さんにお話をお伺いしてまいりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。防災安全啓発番組備えあれば憂いなしお届けしました。